日間シリーズ光栄レーシングプレスアタック、今シリーズは浜名湖の看板機がずらりと出揃った一節となりました。そうした中迎える優勝戦は看板機が数多く、そしてバチッと調整を合わせてきました岡田と菅沼、パワー自慢の激突ということになりました。第12レース優勝戦でシリーズファイナルお楽しみいただきます。出揃った6名1、2、3、4、5、6枠番通りの進入へと収まっていきます。ここを勝てば今年 V6、 来年3月のクラシックに向けて大きな1勝ということになります。人気の中心中口博隆院選、そして2コースには地元2号艇の後藤正宗、初戦こそスタートをくれましたがその後はトップスタートを連発、節間には0台5本を並べました。センターの3コース当地前回に続いて2号機を際立てた3号艇の大沢博明、その大沢がセンター3コースから3艇下げていきます。さすがのさばき、そして調整力を見せつけました岡田典之、そして展開一突き、そんな船足は十分です。5号艇の木田峰之、サイアウト6コースには6号艇の菅沼義明、枠番通りの3対3並び固まりました。光栄レーシングプレスアタックの優勝戦、スタートまで間もなく10秒前です。並び内側から1番、2番、3番、ダッシュが4番、5番、6番です。優勝戦の12レース、スタートしました。内に手踏み込んでいった1号艇、2号艇、インから先に待っていく1号艇の中口、2コースから2号艇の後藤正宗引いていく、センター3コースから3号艇の大沢握っていった、内側5号艇、まくり差しに入った木田峰之、バックへ入っていきました。先頭は1号艇中口踏ん張った、日程審査内側から2角5号艇の木田峰之、3番手は2号艇の後藤正宗、スタートは正常でした。2マークトップで回る1号艇中口、打ち上げて勢いよく2号艇後藤が潜り込んでくる、5号艇の木田ここは外をついて回っていきますが、この間に先頭2番手定冠広がった、1号艇の中口先頭、2番手は5号艇の木田峰之、3番手は2号艇の後藤正宗と上位体系は1番5番2番です。2周の1マーク2番手は外から先に行きます5号艇の木田峰之、内々へおつけ気味に2号艇くるりと回っていきますが、ここすんなりかわしています。一方で4番手から切り込んできた3号艇の大沢博夢、さあ3番手と4番手の定冠がじゃっと詰まってきました。現在2艇審判、前にいるのは後藤正宗、追いかけるのは3号艇の大沢博夢、2周2マークの旋回です。3番手ですが2号艇の後藤が先に回るところ、3号艇の大沢ここは握って追走の形になりました。3番手と4番手また定冠広がりまして、3番手は2号艇後藤正宗、上位3艇は1番5番2番1号2の体系でレースは残り1周へと入っていきました。3周1マークの旋回です。ジャスト1艇審ビタッとスタートを決めまして、1周1マーク先に待っていった1号艇中口、1マークでは5号艇北が素晴らしいまくり差しを放ったんですが逃げ切りました。中口先頭、2番手5号艇木田峰之で、3番手は2号艇の後藤正宗、上位体系は1番5番2番、後方3艇は3号艇6号艇4号艇と続いています。大きな大きな1勝です。これで今年 V6 1号艇中口、2番手は5号艇北、3番手2号艇後藤と続いた優勝戦はまもなくゴール。先頭1番中口優勝、2着は5番の木田、3着で2番の後藤ゴールイン、続いて3番大沢、4着4番6番ゴールイン。